ここはカナダの東の最果て、ニューファンドランド島ボナビスタ。なんとなく移住し、築123年の古民家を500万で買ってしまい、原田は一人リノベーションを始めた。そして絶望を見ることになるのである。これはそんな原田ハウスのお話。原田でエントリーしております。高田渉さんのね、アイスクリームって曲でエントリーしました。ちょっとイマイチでしたけどね。本当はね、ニコくんが歌う予定だったんですけど、ちょっと照れちゃいまして。なあ、照れてないんで。だって俺もパパの歌だと思う。あ、そうなの。だっていつも撮るさ、いつもビデオ見てるとさ、パパが一人で言って「トゥトゥトゥ」って言ったら「アイスクリーム」ってパパが一人で言うのに、俺が来たらパパが一人みたいにいつも通りで曲で歌うと思った。オッケー、嘘、やってまいりました。なんかね、学校4連休なんですよ。イエーイなんでね、エネルギーが有り余ってるんで、ちょっと作業を付き合わせちゃおうと思って連れてきました。つなぎもちょうどあったんで、あんま似合わねえけどな、アーミーみたいな感じで。どっちだそんな感じで、今日はですね、ちょっとここ少しジャッキアップしてですね、この柱効いてそうなんで、ちょっと浮かしてそこにこうカコッとはめれたらなーなんて思ってるんですけど、ちょっと怖いっすね。怖いんで、ちょっとニコくんについてきてもらったって感じです。なニコ、2人でやれば怖くないぞ。じゃあニコくん、それでは参ります。参ります。ハラダハウス。この20トンのジャッキアップ使ってですね、ちょっとよく意味わかるかわかんないですけど、この針っぽいあの白い部分に棒をかませて、ちょっと持ち上げてみて、ちょっと持ち上がったらこの棒の下のこの土台を取っ払いたい。今なんか結構効いてる感じなんですよ。わかんないけどね、取っても大丈夫かもしんないんですけど、念のためなんとなくジャッキアップをしといて、これを取ってここになんかかませてあげるっていう感じですかね。まあこっちはもうプラプラしてるんで、まあほっといても大丈夫かなと思うんですけど、ここはなんかね、下にこういかついこういうのもあるし、とわかんないんですけど、はい、それをやります。はい、ちょっとジャッキアップとかやったことないんでよくわかんないんですけど、なんかね、古民家はね、ジャッキアップとか しちゃうと家がもう元々歪んでるから、さらに歪んだりするって聞いたんで、ちょっとね、その辺はどうなんだろう。やってみないことにはね、きなり崩れないでしょ。ということでやってみます。こいつをあそこにかませると、まっすぐの位置にして正しいのか。ニコ君に手伝ってもらいたいんだよな。これ力いらないからさ、これをこうやって上げる。で、俺が押さえてるから、ここで。これまだよ。あ、もう上がりすぎだ。あれ、なんでこんな上がってる。はい、やっていいよ。お、ちょっと待って、そう。これで今、ピタッとしてる。これね、多分水平を合わせないといけない。この木が曲がってくる。水平だよ、多分な。水平ですね。これ、古い大引きだから、こいつがぶっ壊れる可能性がある。ちょっとやってみます。このまま、お、あ、ミシミシいってる。あ、待てよ。お、バキッとかいってる。やめろよ、壊れる。これわかんねえよ、見てるか。ニコ、怖いから外いて。ちょっと怖いよ。大丈夫、俺は。死んだらどうする。死なない。いやー、怖い。子供と一緒にやることじゃない。ということで、ニコくんはとりあえず外に出してきます。外で遊んでない。ニコくんがね、優しいんですよ。なんかね、パパが死んじゃうのやだっつって見てるって。これで家ぶっ壊れないでしょ。よくわかりません。初めてのことなんで。でもね、友人に聞いたらね、そこ張りであげるって言ってたから、これでやってみたら持ち上がんじゃねえかって言ってたから。浮いてる？パパ、やめてくれよ、それ。浮いてる？やめて。
死なないよ死なない。ただ俺も初めてなのってビビってるでしょ。はい、大丈夫だからね。まあ俺もビビリなんですけど、ニコもビビリでね、遺伝しちゃったビビリのとこ上がってんのかな。お、メキって言った。あ、ちょっと緩いかも。あ、ちょっと浮いてんのかも。ちょっと緩くなってるかも。痛い。怖え、クラック怖え。あ、ほら、あ、緩くなってる、効果出てる。ちょっと浮いてます、多分これね。あ、うん、数ミリ動いてる感じがする。なるほど、怖え怖え。うめきってなってる。でもこれ、持ち上げてる間にはめないといけないってことだもんね、木。これ取りたいんさ、ニコ君、俺。でも全く動かなかったのに動いてるから、もうちょっと浮かして。怖え。外れた。ってことは落ちた。あ、また硬くなってたじゃん。だからやめろっつって、もうそれ死んだぞびっくりした、ずれた。はぁ、やめろ、ドキドキするこれ。でも浮いてたんだ、さっき。元戻っちゃったよ。あぁ、ビビった。やめろって。ビビるな、これな。やめてよ。怖え。ハーハウス。はい、じゃあ仕切り直してもう一回。さっきはね、こいつが棒はまっすぐだったんですけど、この下のこのジャッキがこの重みでグッてちょっとねずれちゃってたんですよ。だからガコンってなっちゃった。ちょっとびっくりしたけどね。あの感じになるくらいだったら、まあ大惨事にはならんかなと。でちょっと浮いてたんで、やっぱで、やっぱり取れたらこいつまたグッと重みが乗っかってたんで、もう一回。やっぱ子供は連れてくるもんじゃないですね、ビビっちゃう。いや、マジ怖い、これ。やだ。怖いっす。でも、もう、ゆるゆるなんですよ、これ。かかってないはず。そんなに持ち上げまく、うまくいたくないんですよね、なんか。あ、来た。ほら、取れた。ないんですよね、待ってる岩を取ってわざわざこうはめるのか、その上にもう引いちゃっていいのかとか。あ、これ取っちゃうか。じゃあここに早急にですね、図面をとコンクリート作って、こいつにこうカコッとやると、ここ切っちゃって、アホだな。こっからはいはい。やべー、うわ、プラプラだ。あー、なんだ、釘だけんだな。抜きたいけど、切っちゃうか。この子をここに置いて、それでこれをはめようと思ってたら、こういうことでしょ。釘抜かないとはめられないな。かなりふざけたやり方ですけど、こう切って、こんな揺らしていいのっていうくらい揺れてる。抜けね。おい、でここに床を高くして、すげえ。よし、こいつを、これぴったりなんで、今どうせ床下げたらグッてなるはずだから、そんなに超キツキツじゃなくても。これ今木がまだ斜めまくってる。どうしよう、これこのまっすぐに分かんねえもうこれ。いや、分かんないですけど、これで一回落っことしてみようかなと。ジャッキをスーッとね、どうなんだろう。はい、ちょっと一応やりたいことはこれだったんですけど、これでちょっと下ろしてどうなるかっていうの見たいんで、ゆっくりこれ下げてみます。これが怖いんだよな、なんか。
かったっすね。ああ、怖かった。わかんないけど意味あんのかこれ。意味わかんねえことしてるかもしんねえ。でもまたがっつり噛んでるから、うん、適当にも脅かれるって感じかな。ああ、怖かった。でもジャッキアップ成功ってことっすよね、これでね。それでコンクリートで床固めといて、順番がはちゃめちゃになっちゃいましたけどね、できたということにしとこう。俺も怖いけど、ニコがめっちゃ怖がってたね。パパが死んじゃうのが嫌だって、泣けてくるでしょ。あー、できた。これを一応仮止めしておきます。だいぶスッキリしてまいりました。この問題解決したんで、ここまでは切れると。こっちのちょっとごちゃごちゃしてるんでね、また、わかんないですけど、ここはカットしても別に、こいつに関係はないと思うんで、まずこいつ切って、取れた取れた、いい木だ。はい、ここまで来たぞ。だって、でもニコが帰りたくてしょうがない。俺にゲームの音で邪魔してアピールして帰りたいんだな。これだけなんとかしよう。こう切ってこう切る。腹だけ。はい、今日施したこの柱なんかずれちゃった。でこれちょっと土台取っ払って、ここも遠くて綺麗になったんだけど、ここがまたちょっと怖いんで、わかんない、わかんなくなっちゃった。またイメージとしてはここに新しい土台というか床用のね、なんか下地を作って床は作れちゃうんじゃないかなと俺の思うにね。わかんないけど、うん、進んでるよなきっと。はい、ニコくん。何？今日手伝った？ちょっとだけ。ちょっとだけ手伝ってくれた。はい、ニコくんが来たいって言ってね、連れてきたんですけどね、買いたい買いたいってなっちゃったからな。だって怖いんだよ、これこのやつが怖いんだって。死ぬのが怖いんだよ。まあね、知らなかったからいいじゃないか。はい、ニコがでも買いたいって言うから、もう今日はもう帰ります。まあこれちょっとできたからいいかなと。ちょっと怖かったけどね。次これどうすんのって感じで、もうまた分かんなくなっちゃったっすね。まあ分かりません。ちょっとずつ良くなってることを信じて、ニコくん、6月からここに住むという流れでいきたいと思います。それでは皆様良い一日を。失礼します。失礼します。なんて言うんだっけ。バイバイ。チャンネル登録よろしくです。天使がいます。シャイボーイかよ。ニコ、あと2週間でここの家住めると思う？なあ、どうでしょ、そうしてる。あのアパートも出てかなきゃいけないんだよね、多分。How can we live in this dirt house? It's all dirt, dude. How do we sleep? まあな。Yeah, but these things are in the wind. How can we, like... Where's the kitchen? How can we eat without the kitchen?Where's the table? But where's the kitchen? This is the kitchen. But what? Dude, that's not a kitchen. That's just a stupid dirt only. Look. 楽しみだね。うん。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくな。